こんにちは、柴田です。今日はですね、先日弾いてみた動画を上げさせていただいたルナシーのプレシャスをですね、解説していきたいと思います。と言ってもですね、杉蔵さんパートとイノランさんのパートを僕ごっちゃに弾いているので、どっちのパートっていうわけではなくてですね、もしプレシャスを一人で弾くとしたらみたいな感じの想定にはなってしまうんですけれども、タブ譜を追っかけながら解説させていただきたいと思います。ではイントロからいきます。イントロコードですね。みたいな感じですね。A メロ行く前は、というような感じでまたイントロに行きます。次 B メロですね。というような感じになります。ですね。でこの後サビなんですけれども、サビもコードです。というような感じになります。という感じです。で続いてソロですね。ソロはアームがある方はこれやっちゃっていいと思います。3弦の5フレットですねから入ってます。で続いてはというような感じになります。というような感じですね。でこの後またイントロに行きます。あとは A メロ、 B メロ、サビと繰り返しになります。いかがでしたでしょうか。イントロ、 A メロ、 B メロ、サビ、ソロ、この5つを覚えておけばあとは繰り返しになります。杉蔵さんとイノランさんのごちゃ混ぜのパートではあったんですけれども、ずっと手が動き続けるのですごく弾いてても楽しいかなと思います。ぜひぜひですね、皆さん弾いてみた動画、ルナシーのプレシャス上げてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。